ハンドベルの一例ホワイトチャペル社製ハンドベルは17世紀頃にイギリスでキリスト教の教会のタワーベルを何人かで技巧練習をするために生まれた楽器。正式名称をイングリッシュハンドベルというアメリカで独立した楽器となり数人が合わせて音楽を演奏する形態が完成し賛美歌をはじめとして色々なジャンルの曲を演奏するようになった。 ハンドベルの練習ずらりと並んだハンドベル丸マーク、車精制,制動性の鐘とその中の振り子、プラスチック製、または革製のハンドルからなる。小さいもので約200グラム、大きいもので約8キログラムの重量がある。音の出る原理はハンドルを握り、ハンドベル全体を振ることでクラッパーがキャスティングに当たることである。双方は基本的な音の出し方であるリング。 細かく振動させる、シェイク、ベルを下に置いて、クラッパーを持ち上げて弾くプラック、スポンジにベルを打ち付けるマルテラーと、リングしたベルを体の後方へ振り下げたり上げたりするスイングなどが上げられる。他の楽器と組み合わせて演奏することもある。演奏者のことは、リンガー、音の割り振りのことは、アサイメント、演奏するグループは、クワイアという。一つのベルが一つの音に対応するため、 音階分のベルが揃っていなければ演奏できないが5オクターブで約300万円と高価である。そのため鉄または真鍮製の安価なものが日本で作られミュージックベルと呼ばれる。またこれらとは別に棒状しているためベルとは言えないが音色が近く双方がほぼ同じハンドチャイムという楽器もあり広い意味でハンドベルと呼称する場合もあるがしかし その場合でもクラッパーが前後以外の方向に動く、ものをハンドベルと呼ぶことは少ない。銅と鈴の合金でできているため、素手で扱うと、キャスティング部分が錆びてしまう。それを防ぐため、演奏時は必ず手袋を着用する。なお、日本では、福引きの鐘としても知られるが、実際には別の楽器である。一つのベルは一音程しか出すことができないので、曲を演奏するには、通常、 2オクターブから6オクターブのベルを用意する。1人で4ないし5個程度のベルを担当することが多く、音域によって8人程度、多い場合は15人程度で1チームを作って演奏することが多い。有名なハンドベルのメーカーは、アメリカ合衆国のシューマリック社とマルマーク社の2社である。ありがとうございます。